最初に切らせてきたお願いします。ケンバイやるでしょ。すいません、お二人倒したのかしら。はい、すごく見えるのかな。この2人でですね、今日の同窓会の司会じゃございません、進行役ということで、この会がスムーズに進みますように、精一杯頑張らせていただきますので、よろしくお願いします。今はあの日あの時に戻って、皆さん大いに楽しみましょう。そう、今日が一番私たちが若い日なんです。さあ、始まりです。4名の先生方いらっしゃってますので、すいません。皆さんにお会いすると、先生お元気ですねとか、変わりませんねとか、そういうことをよくいただいてるんですが、まあ、そんなはずはないと思って実は3月に橋の下に現在私は京都にあります菊池市、玉市というところに住んでおります。すでに4人間の現在育ちまして、家におりませんの2人で、まあ、野菜作りと、先ほどの藤井先生あたりが、またゴルフをやるのかって、おっしゃるけども、私、ずいぶんやっぱりある時期、朝の方に勤めてたことがあって、朝の方ではずいぶんゴルフをやったんですけども、現在そこで出てきて、ついて、グランドゴルフを楽しんでおります。藤です。まだ来てる。私が来ると、なんだ、まだ来てる。大体こういう同窓会をすればどこでも私、大体来てほしい先生はなかなかいない。自分のことを言ったら何かっていうか、また性格が苦しいですから、まだ少しまだ仕事が仕事の風邪があるとですね。ただあなたたちはもうこれから年金はもうちょっともらうから、来年どうかな、年金もらいますので、もう悠々自適にこれからが楽しいですよ。楽しくためにはやっぱり金あったって何人なんて、やっぱり元気じゃないの、元気、もう元気であればもう命なんかどうやろうかね、とにかく健康であったし、60からどういうわけか74までの15年が黄金の期間だそう。でももう皆さん65で一組がちょうどここでついて、まあ、これから先10年間何でも知りませんけど、74と言っておりますから、とかやって、75までだとか、4まではどうなるかと、70過ぎたら、いろいろ出るけんねと、それまでのやっぱ自分の体の持ち方といいますかね、訓練の仕方とかが大事だとっていうことだったと思います。確かに。そして、あと、自分の人生の残りの大事な実況、楽しく、やりたいことを、ね、これまでできなかったと。ぜひ人生を楽しんでほしいと思います。長くなります。僕も、これも、長くすることを記念して、または、亡くなった方の、献杯というのを含めてですね、献杯のことを携えていただきたいと思います。どうぞご唱和お願いします。それでは健康を祝して記念して乾杯。
Thank you.
会に出ておりました。まあ、今日はちょっと話してたら、そういうとちょっと寂しいなという意見がありました。70で生存確認をちょっと説明します。足を肩に開いて、女性はちょっともう少し狭めて、そうそうそして、よーって話がいましてね、シャン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 で締めるのがロケという、はい、それで、まず1次会はお開きにしたいと思います。準備お願いします。よー、ありがとうございます。皆様のご協力に深く感謝いたします。本当にありがとうございます。